漏らしたら膝はどうなってる？中に入ったらこれ滑ったらどうなる？こうなるんよ。膝はどう曲がる？こうは曲がるけど、こうは曲がるか曲がらないな。だから分かる？これシャドウがあってこっちに倒れてるっていうか、こういうシャドウでしょ。ほんならこっちの足はまっすぐつくとして、この足はこう置けば分かるかな。そう、こういうとこを練習してほしいわけやで。だから足の運び、同じ運びをするとあかんっていうことを、だからいつも外エッジ、内エッジって話もしてるでしょ。ほんまやったら厳密に言うとこれは外エッジで、これは完全に 面の外エッジで乗っけて降りる、乗っけて降りるっていう作業をしないと。もっとや、これ全然、あのな、下りの時に足をどうつくかってすごく大切なんやんか。で、なんでかってこう下ろしたらあかんでしょ、わかります？これなんでこんな風に下ろすって、かかとからいったら滑るに決まってるやん。基本は面や、面につきたいって時に必ず残る足がちゃんと残ってなかった面にはつけないんですよ。で、その時にここでいつもセメアリングが使えるかどうかは分かんない、下が緩いから。で、だけどの下りのセメアリング残した状態だったらゆっくりこうつけるわけやんか。そのサポートでストックがあると、こっちが例えばスッと押してこれつけへんかったらこっちでサポートつけたらええし、こっちがつけるんであればついたらええし。だからどっちをつくっていうのはその時考えなあかんし、両方つけても構わへんよ。だけどなるべく省略をしていくのよ。